読売新聞の平井ですが、はい、子どもの貧困対策なんですけれども、はい、その先ほどおっしゃっておられたように対策の検討であったりだとか、オール広島で、ということなんですが、改めてその意気込みを、伺いたいのとですね、いや、あとやっぱりなかなか貧困 の, 連鎖を断ち切るというのは容易ではなくて、当然県だけの予算でできることって限られていると思います。で、そういった関係団体との連携とかも重要だと思うんですが、まあ、そのあたり、どういう形でこう、なんていうか取り組みを広げていけたらと思っていらっしゃるかというあたりも、そうですね、まあ、貧困対策というか、まあ、貧困の連鎖対策、まあ、全ての子どもが育てる夢を育むことができるということは、その、まあ、単なるこのいわゆる貧困対策というのと違ってですね、少し幅広に我々と受け止めているというか、その大きなバスケットなんか入れてますけれども、例えばネオバラにしても、今のような朝食のお話にしてもですね、あるいは私のセーフティーネットにしても、さまざまなところと連携をしていく必要があるというふうに思っています。まあ、そういう意味ではですね、まだまだ例えば朝食なんかもそうですけれども、どういった主体と連携をして進めていくことが効果的であり、また効率的に行うことができるかといったようなこともですね、まあ、考えるための予算にもなっているわけですね。まあ、そういう意味では、でネボラなんかもですね、市町の協力が当然必要という岩島市と一緒に進めていくものだというふうに考えてますので、よくよくやはり、施策の目的であるとか、あるいはそれぞれの状況だとか、そういったことを議論しながらですね、いろんな主体と、そういう議論をしながら進めていくというようなことが必要だというふうに思っています。まあ、そのための、まだ予算になっているかなというふうに思っています。それに関連してなんですが、例えばそういった民間、まあ、行政、例えば市町っていった場合に協力はすぐに取れられると思うんですけれども、例えば民間の企業であったりだとか、まあ、そういったところも今回の推進会議で一緒に入ったりしますけれども、例えば民間の企業なり、民間の団体なりにこう関わってもらうために必要なことは、どういったことが必要なのかな、なんとか今段階で感じていらっしゃることというか。そうですね、私はですね、これは、ちょっと直接現場のみんなと話をしたわけじゃないですけども、私が感じるのは実際にそうやっていろんな活動されている、まあ、特に NPO だとかの皆さんもですね、このどちらかというと、みんなとやりたいっていうですね、希望というか意思というかこう考えがあるんじゃないかな、基本的にはですね、あると思うんですね。ですからそれをこうやっぱり呼びかけていって、ソフトに一緒にこうまず議論していくというところから、まあ、始められればなというふうに思います。で、重要なことはやはりどういうところを目指そうとしているのかと、それが一致できるかどうかというところで、そこは個々をいろいろ見ていくとこうズレがあったりするかもしれませんけども、それはそれでいい話で、そのズレっていうのはこう我々がいろんなことを変えるとか工夫をして埋めていくこともあるかもしれませんし、あるいはいろんな主体の皆さんが変化するということもあるかもしれません、まあ、もちろん両方が変わっていくということもあるかもしれませんし、場合によってはそのズレたのということもあるかもしれませんけど、それは否定されるものじゃなくてですね、それぞれやっぱりそれぞれ の, 関係 の, 考えの中で、多様性ということも大事だと思うので、進めていくことかなと。でそういう中で、大枠この一緒に、こうだよねっていうふうに合意できるところはですね、みんなで一緒になって、進めていくことができたらなというふうに思います。するととりあえずその関係団体と丁寧に議論をして、その課題を丁寧に共有していくことが大事だと。今の話に関連しまして、RCC なんですけれども、例えば、今、その関
関係団体と、まあ、連携して話し合いながらというふうにおっしゃってましたけれども、例えばその朝食の話で言いますと、はい、既にあの、まあ、既存の誰もが利用できる子ども食堂などの活動は既に行われていると思いますし、そういった部分の、まあ、良さをまた取り込んで、まあ、それを発展させようというお考えなんだと思うんですけれども、まあ、どんなところを、まあ、ご参考になられてで取り込もうとされているのか、その朝食に関して言うと、その朝食にこう特化してこの施策を行うわけですが、この施策の意義をお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。まあ、食事はどれも非常に大事なんですけど、小学校の場合にはですね、まず給食が、まあ、あると、それから中学校もですね、今あの給食を目指して、各地に取り組んで、家庭給食を目指してですね、各地に取り組んでいるところ、まあ、そこで残っているのは朝食と夕食なわけですけれども、特にあの朝食についてはですね、なかなかあの取り組めているところがあの少ないというふうに認識しています。そういう中で、あのまあ、まさに、どういう形で、取り組むことが、あ、それで、ごめんなさい、で、朝食っていうのは、やっぱり一日のスタートなので、その、非常に重要な食事だというふうに、食事上の認識をされていて、で、これはあの勉強に対する集中力だとか、そういうことも含めてですね、重要なんですけど、あのなかなか手がつけられていないというところだと思うんですね。で、実際に朝食を欠食している人が、子供もたくさんいる。まあ、それをあのどうしていくのか、これいろんな課題があるので、まあ、そもそもどこで提供するのがいいのか。学校で行うのは、みんなが集まるから提供しやすいけど、でも、すごく先生の負担になりますし、なりかねないですし。じゃあ別の場所っていうと、朝の忙しい時に集まれるのかとかいうこともありますし、地域的にどういうふうにやっていけばいいのかということもあるし、まあそういうことをですね、あのいろいろあの試しているのかなということかなと思います。わからないことがたくさんあるので、あの既存のそういった団体とのこう、まあ、良さをどんなところをこう、まあ、参考にされたと、まあ、参考というかですね、あの、一緒にそのなんていうか、まあ、できるだけ多くの子どもたちを包摂できるようにしたいというか、する方法かなと思うんですね。つまり、その例えば低所得だけを対象にしますとか、ということもなかなか課題が大きいんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、一方で費用の問題もあるので、今、それをこう、なんて言いますか、かなり大規模にですね、展開をしていけるっていうモデルってまだないんじゃないかなと思うんですね。ですから、すでに行って、この夕食にしても、まあ、その他の食事にしてもですね、まあ、ご経験があるところと連携をしながらですね、みんなでちょっと新しく作っていくっていうようなイメージの方が強いんじゃないかなというふうに思っています。ボクシングの恵比寿ですけども、まあ関連という形なんですが、まあ、子どもたちへのですね、今回の予算というのは、まあまあ、未来への投資というかですね、そういったところへの、まあ、重点、的にされているのかなという思いがあるんですけども、まあ、そこでですね、まあ、なぜ今なのかというところと、まあ、その背景にあるものとですね、結局こう未来への投資をすることで県にとってどういう成果というか、県今後の県政にとって何を求めるかということをですね、すごい聞かせてください。これはですね、まあ、非常にこう多面的な問題というか課題というか、ことなんですけれども、まあ、一つはこの世界的な、ね、社会状況を見ても社会的な格差が固定をされているということで、この社会的な分断が進みつつあるということがありますよね。でそれが不安定を持続しているというところが世界的にもまずありますし、まあ、日本は比較的そこまで至ってませんけれども、ただ新しい例えば AI だとかそういった技術によって大きく発
働き方だとか、あるいは仕事内容が変わっていくかもしれないというような時にですね、でそこに注意をしていかなければ、日本でもそういうことが有利ということかなと、そういうことを示唆しているかなと思います。したがって、できるだけそういった格差が固定をしないといった対策を、これは時間がかかることですから、早めに着手をしていくということは、大事かなというのが一点ですね。それから少子化という問題もあって、これだけ少子化が進んでいったときにですね、やはり本当に子どもたちがみんなが、積極的に、社会貢献できるとできるだけ多くね、でそれがその社会的経済的要因によって足を引っ張られるっていうのはこれはもったいない話ですから、そういうことも今のこういった時代、必要なことかなというふうに思いますし、それからもう一つはいろんなやはり治験の進展というのも最近あるのかなと思うんですね、その幼児期であるとか子どもの頃のその発達っていうのがこの大きな影響を与えるとか、あるいはそれこそ食事とかの影響とかですね、いろんな知見も増えてきて、その重要性ということが言われてきつつあるので、だからこう例えばネオバラなんかで、早い段階から患者さんのことを把握しながらですね、適切にいいな支援、必要な支援があれば、そこに結びつけて、というようなことも必要かなということで、いろんな側面があって、経済的に見れば、ね、これも、ほぼほぼ、一致しつつある、なんていうか、知見だと思うんですけども、子どもの頃に、投資をした方が、その後の、例えば、所有を持って、税金を払ってくれるとかっていうようなリターンもですね、税で見たリターンっていうのも大きいんじゃないかっていうようなこともあるし、社会的なリターンっていうのも大きい。で もちろんその個人のに対する自分のねリターンも大きいっていうようなことが、あると思うので、そういったこともあるのかなというふうに、そういう意味で、なぜ今かっていうのは、いろんなことが、そういう状況がある中でいろんな施策がね、進んできて、今そういったことに取り組める状況に、今の経済情勢だとかなども含めてですね、なってきているというところがあるのかなというところですね。